それでは4時半になりましたので、始めさせていただきます。本日は拡大統合政策会議ということで、慶応大学の名誉教授でいらっしゃいます小林哲先生においでいただきました。集団的自衛権の議論がこれから大きな活況になると思います。その中でやはり集団的自衛権を認めるか、どういう範囲で認めるかということもあるんですが、最近やっぱり疑問を持ってますのは憲法との関係もありまして、やっぱり一内閣がその時の情勢で変えるということは、仮に憲法の解釈はこれまでいろいろ考えがあったとしても、その積み重ねというのも無視することはできない、あるいは現行の憲法がなかなかそういう解釈のブレを許すような規定になっているという部分をどうするかという問題があるんだと思います。で、今のそういうことも踏まえまして、政府与党の憲法と安全保障に関する議論の評価ということで、小林先生にお話を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。この4月に大学を退職しまして、再就職しないで自由人になったはずなんですけど、本当に忙しくて、安倍さんのおかげで大変忙しくて昨日も今日もいくつも取材が来るような状態でありまして、憲法問題で早期にこの国揺れているんですよね。ただ最近の話の進み方に、今日たまたま教え子の公明党の議員から電話、別件で電話があって司会を飛ばしたんですけど、最初公明党との協議の時はまず従軍の事例を出して、たら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 これは何なんだってやってたわけですよね。それが終わりもしない途中から今度は新三要件なるものをですね出してきて、ついでに言うならば大体お前ら政権分離が脱走が入ってきて、要するに儀式が始まって終わりもしない途端に、要するに飲むのか飲まないのか、この野郎飲まなかったら叩き出すのか、他にも客はいるしというような話になって、で私が見てとてもびっくりしたのは憲法論じゃなくなっちゃってるわけですよね。今もともと私が言わせれば、もちろん私は改憲論者でありまして、9条をもう少し整理してできることとできないこととはっきりと、できることはちょっと書けという積極論者ではあるんですけども、その前提として現行憲法ではできないことだらけであるという、で政治というのは憲法を守ってこそ政治なんで、それが吹っ飛んでしまって、その安保法制局になる安倍総理のお友達グループの、私にはすると技術記者と称する学識のない人々が要するに憲法何も書いて、結論で何も書いてないから、これは内閣が必要と思うことを国会と相談して決めなさいと、無憲法状態を宣言してしまっているんですね。その上でどんどんまるでバナナを叩ける値切り交渉みたいな、ここを認めるのか、これを認めないのか、ただついでにこれを認める、どんどん新しい案件みたいにですね、いろんな話が出てきている。この自民党と公明党のわけのわからない交渉過程ということ自体が、それをうっかりして騙されて憲法論議だったことすら忘れてしまっている状態になっている。ただもちろん私たちもそのものに負けてはいられないんで、この時代に問いがかったその分野が好きなるものとして、このまま黙って見過ごしたらですね、大変強盗を見過ごすようなことになりますので、絶対声を上げるということで、真の国民の安保法制婚というのを作って着々とも攻めもできているんですけど、出すタイミング、それからさまざまな啓蒙活動をしていこうと、みんなで覚悟を定めております。で、そういう意味で今日は小沢先生の生活のとおり言われまして、ちょっとワクワクしてまいりました。つまり要するに理屈の問題は我々正しいんですけども、多勢に無勢でひどいことになっているわけでありまして、この状態は結局選挙で決着するしかないと思うんですね。ですから全然レジメント関係ない話をしてるんですけども状況を覚えてるもんですから、要は黙って見過ごすと彼らは正しいことしたみたいな話になりますから、
これは間違っているんだ、間違っているけど縦入り無税でやらくでやられたんだと、はっきりとですね、正しい論理と被害状況を言えば、仮に見るとやらつかでいいですもん、初めも外部もなく被害者なんて襲われてるんですから、被害者として声を上げて張り倒されて引きずられて、あ、取られちゃったという状態を残して、その少なくとも3年内か2年半ですが、必ず来る総選挙でですね、政権を倒せばいい、もうこれ以外ないと思うんですね。理屈は分かってるんです。だから腕力に負けてるんです。そういう状況をたくさん作るためには、いろんな人の方からも、共産党とか民主党とか何とか分かんないけど、公明党とかですね、いろんな方からコンタクトを取られるんですけども、やっぱり小沢先生は日本の国会の最長老ですし、別格の経験者であって、それでいつでも権力を取れるのに取らずに来た方ですから、ここでさらに別にも命を欲しいと思ってないと思うんですから、私より年上ですから、ですからもう一働きしていただいて、あ、これは一瞬庶民の声ですけど、野党が何か力を出す自爆者になっていただきたいという思いもあって、ワクワク声を上げました。で、このレジュメに戻って、大学時間簡潔にお話申し上げますけども、必ず5時までに終わります。政府与党の憲法と安全保障に関する議論の評価でございますが、すみません、手を挙げてください。まず自民党の憲法観がおかしい。自民党の各種文献、もう30年以上自民党と付き合ってまいりましたが、各種文献を見る限りですね、現に小沢先生は小沢調査会なるものを当時すでに40代最高権力者のところに率いていた組織も、憲法が不自由だからなんとかならないかって言う、憲法が不自由だというのが前提なんですよね。それ今の自民党と憲法全然不自由じゃなくなっちゃってるわけです。これ別に同じ条文で何の変わりもないわけですよ。もちろん性格問題はありますけど、そんなものがあってきちんと社会説法で申し上げますけども、自民党の各種文献を見る限り、立憲主義すなわち、権力者も人間であるから、我々普通の人間が日常生活で間違えて個人間の約束を疑えて民法に触れちゃって、それからちょっと度が超えて気に入らない人を殺してしまったりですね、で刑法の問題になったり、つまり人間というのは不完全ですから、法によって規律しなきゃならないものなんですよね。で、王政が倒れて民主国家が生まれた時に、王様というのはそれまで神を装っていました、ただ法の規律の外にいましたが、ジョージ・ワシントンが人間丸出しで最初の大統領になった時に、法律で権力者も縛るという憲法が生み出されて、でその後フランス革命でも それがちょっとタイプが違いますけど作られて、それが世界の常識が今日まで来ては、ですから人間が担う権力というものは必ず堕落しうるから、主権者の最高意志として簡単には権力を持った人も活性して変えれない憲法で、外枠を管理して仕事をさせる、これが立憲主義ですよね。コンスティテューショナリズム、これは自民党の各種文献にも出てくるんですね。ところが先の自民党の憲法官は、その憲法というのは世界200万の憲法のうちたった一つ、スイスの憲法があったと、それ御用学者が言うものですから、200分の1ですよ、199は違うんですよ。でも憲法とは国と国民が協力して未来を作っていくもの、これ美しいですよね。国と国民が協力して未来を作っていくもの。だけどね、これその状況を管理するの国なんです。です国の側は俺たち真面目にやってるよ、お前たち国民協力が足らない、おいこれ国民、この関係になるんですよね。ですから憲法で国と国民が協力する約束をするんだという考え方は、それは特殊な小さな国で、まさに地産者のためで独立を獲得したスイスみたいな、今でも直接民主主義が残っているような国、国家権力機関と国民大衆の区別がつきにくいような国で、国と国民が協力する、それはそれなりの歴史上はあるんですよね。だからその他の巨大な現代国家でですね、
国と国民が協力しているということは、安倍政権と権力関係ない庶民が協力するとなれば、安倍さんの対策が多いからそこの被告に反安倍的で反国家的で非協力的で私の典型ですよねっていう話になっちゃうんで、どこの国の話だと北朝鮮か米中憲法になっちゃうんですよ。そういう発想なんですね。それから公明党は5月3日が創価学の記念日であったり、2代目会長が核廃絶宣言をしたり、あるいは初代の会長が治安維持法で投獄されたままで殺されてという、そういう育ちをしている創価学会の政治部、つまりそれ思想的に立正安国ですから、要するに日蓮の生き方をこう模しているわけですよね。要するに政治に正しい思想が注入されないからこの国が乱れて、外国は豪雨が攻めてきたし、疫病は国民は苦しんでる。だから公明党はもちろん創価学会政治部として作られたわけですよね。ですから九条というのは公明党にとっては、なんていうか、彼らの表現によるとですよ、一丁目一番地なわけですよ。それとやりながら政権離脱はしません、政権の条件に憲法が入ってませんでした。だから憲法で離脱はしません、違う政党あるのが意見違って当たり前でしょって開き直っちゃってるわけですよね。それで維新の会とかみんなの党とか変なのがどうせ次の選挙で消えるでしょうけど、権力欲で私どうって手を挙げてるわけですよね。その横で飯島さんが政権ぶりの見直しってわけのわからない、ありえないんです。政権ぶりってのは政党が国家権力機関になること、つまり創価学会の会館が警察署になったり税務署になったり教育委員会になったりしちゃダメよって、これ昔のフランスの制度をして、なんかありえない話でね。その思想信条も一致した人々がそれぞれ政党を持つことなんか、つまり信教でいうと参政権が共にあるというあり得る話なんてね。でも創価学会のと公明党関係の蹴りがついてるわけで、これはもう心身ともに蹴りがついてるわけですよね。だけどそれ持ち出されてまたビビってしまって、交渉もきちんと話が違う、交渉し始めるからやろうじゃないと言い切れずにズズズッと引きずられてる。まあ本当に公明党負けにならない。で2ですけども、日本国憲法9条、誰でも知ってて誰でも分かってない話ですけど、9条たった2項しかありません。1項が国際紛争を解決する手段としての戦争放棄してます。こう戦争放棄しちゃったってことは侵略戦争も自衛戦争も何もできないことに見えますけども、これは小沢先生とか東正蔵先生とかおられないですね。 いないから言いやすいですけども今日は私の番ですので言わせていただきます。要するに1928年のパリ不戦条約と同じものなんですね。パリ不戦条約は国際紛争を解決する時代として戦争を放棄しました。でもその後ずっと世界中の国は戦争して第二次大戦と突入してきました。だから国際慣習は何を意味するかというと、我が国の不当な要求を他国に軍事的に押し付ける侵略戦争はしません。これはもう合意してるんです。だけどもお互いに私はいいですけどあの人は悪いって思って、例えばドイツとフランス襲われたらやられる理由はないです。そうだそうだ、だからそれは世界のコモンアンダースタンディングで、国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄するということは侵略戦争を放棄しますが自衛戦争を放棄しません。我が国が侵略の対象になったら抵抗しますという国際慣行、ウェルイスタブリッシュインターナショナルカスタムズがあるわけです。だからそれを知ってるアメリカ人とそれを知って日本人が救助を作らせたわけでしょ。ですから救助以降で戦争を起きていてもそれは侵略戦争の起きであって自衛戦争の起きではないわけですよ。でだから2項でですね、まともな軍隊を持っちゃいけません、交戦権を認めませんってことは、軍隊を持ってないで外出ていってですね、お前なんか日本のアーミーだったら戦争になりますよね。いや、グラウンド、地べたのセルフディフェンスフォースです、なんか警察って話が戦争にならないんですよね。とても大事なことは、例えば軍艦が言ってるネイビーっていうのが 軍隊なんです。で何、ジャパニーズマリーンセルフディフェンスフォース、何ヨットハーバーの何マリーンって話になっちゃうわけですよね。これはだと名前をちゃんと整えさせないというのが深い意味がありまして、つまり外で戦争する道具なんて日本に持たせないという戦勝国側の
日本に恐怖がありますから、それからもう一つは日本の方もそういう態度を取ることによって早く許されたいという思いがあったわけですから、そして交戦権というのは戦を交える権利じゃなくて、臨権だほとか占領地行政とか戦争当事国になったら発生する特殊な権限なんですね。だからこれ海外で戦争する道具は全くないんです、日本は。だからこそ専守防衛で日本が毎日襲われた時、自然権の自衛権に基づいて領域に閉じこもって相手を叩き出す。だから外に出張ってきてもないから自衛隊でいいんですよね。交戦権もいらないんですよね。ただもちろん自国だけで閉じこもってたら敵は攻めてきますから、接続する公海は使わせてもらいます。だから間違っても行ってその領域に入っちゃいけない。だからもちろん例外的に元から叩いてご気分が立てないときはミサイルの発射基地を撃つってことはできるというアンダースタンディングになったわけです。ずっとこれできたわけじゃないですか。突然ところがですね、集団的自衛権というのをご存じの通り、なんか最近見てると自民党は2種類の集団的自衛権を語ってるんですよね。集団的自衛権というのは国際慣習法上の概念ですから、はっきり条文には書いてありません。慣習法上の概念だけでも誰でも知ってます。同盟国たる他国が攻められたとき、我々は攻められていないけれども、その他国を守るために死の者のやつに飛んでいって戦争に参加してあげる権利ですよね。だからヤクザの出入りと同じですよ。同じ系列の組がいくつかあって、隣の組がやられたら、つまり Y 組系の団体がいくつかあって、それから I 組系の団体がいっぱいいくつかあってって話ですね。で、I の手下は Y の手下にやられたら、 I の手下は死の者は全員一緒に助けに行く。これですよね。これでもその関係を示すところって強いですよね。あいつ手出してあいつの仲間が飛んでくるとなかなか手出せないんですよ。そういう予防効果があるのが事実なんです。だからこの世代的自衛権は海外派兵ですよってことは、戦後70年近く我が国は軍服を着て一人も他国人を殺さなかったし、他国人に殺されなかったという、このいや会見論者の私も最近しみじみその価値が分かるようになったんです。この沖縄の照屋先生から手紙をいただきましてですね、深く反省しましてちゃんと反省したお返事書きましたけど、大嫌いな憲法9条ではあったんですけども、この家に70年間我々無事できたという事実は認めざるを得ないんではないか。自民党の好きな言葉で、これが新しい国柄ではないかと最近言ってるんですけど、これで町下政治塾でそれを言ったら結構受けてましたね。それで政府が挙げている15の事例、これ全部ふざけた話で、全部付き合わせちゃわないんですけど、例えば最初はミサイルがアメリカ本土に来たけど撃たなくてどうしよう。アメリカ本土にミサイルって日本の領空通らないんですよ。宇宙行っちゃうんですよね。でこれがだからそもそもお構いしちゃいけないんですよね、宇宙のやられるやつ。っていう僕らが去年のことを言ったら、慌ててじゃあ低くダムトを狙います、帰ってくるんですよ、いうことをね。で領空取っちゃうんです。取ったって別にそれアメリカに代わって迎撃する必要もないんで、イナゴが大量発生したとか、よく熊が出たってみんな警察に連絡するじゃないですか。あれ危険物除去なんですよ。行政法上の概念で警察というのは社会から危険を除去する。だから消防署も警察なんです。火事という危険を除去する。それから消防署は水害なんかも助けてくれますよね。と同じでミサイルなんていうブスバナンの日本の空に勝手にぶつ込んだやつがいる、危険物除去で、ただ能力的な自衛隊の能力が必要だから自衛隊にやってもらうけど、やってる権能は国家としては警察権能。それから笑わせますのは、安倍さんの記者会見で日本人の母と娘、母と子供か、アメリカの船で朝鮮道路から逃げてくる。まずアメリカはそのケースを断ったそうですけども、仮であったとしてもですよ、別にお船を守るんじゃなくて日本人を守るんですから、個別的自衛権じゃないですか。乗り物が何であってもですよ、そのまま。だから動機が出ちゃうんですよ。実は乗ってる人誰でもいいんです。アメリカの船を守ることが動機だからおかしいんですよ。憲法違反なんですよ。それからシーレインだってこんなのもう小田先生の時代からやってるわけで、日本の国際国家になったから領土から領海、つまり港から近場を通って公海自由の領域でみんな使い合ってるわけですよね。そこにイメージとして日本の廊下があるわけですよね。そこに危険物を打ち込まれたら
それを除去するのは自分を守ることですよね。アメリカを守ることじゃないですよね。だからこれを個別的にやるとよく蹴りがつくんですよね。なんでこういうやつだから何が何でも集団的に、あ、どうも私の留学仲間のことがあるんですよ。我々のお互い20代でもありましたそれで、なんだっけ、突然ドキッとしてましたいや、大変優秀な人でですね、よくハーバード大学で昼間じゃなくて夜ですね、昨年で議論させていただいて、夜に学ばせていただきました。それで、言ってるケースは全部ですね、スーダン事件の話なんて説明、例えば、よく言われる朝鮮半島で有事になったとき、米軍のバックアップしなきゃいけないと言われますね。だから朝鮮有事というのは、法的には弾は飛んでこなくても2つの国が敵対関係に入ったということですよね。戦争の国家、どこかきっかけになる戦いが起きて、で僕は朝鮮有事と即韓国軍とそれから米韓米国軍が戦争になるわけですよね。で撃たれたのは韓国軍だって米軍だって、その瞬間北対米海の戦争状態です。ということは在日米軍基地は瞬時に戦争状態に入るわけです。在日米軍基地を守る義務は日本の国が負ってるわけです。だから朝鮮有事、それが日本有事なんです。いやでも巻き込まれるんです。だからそこから先はですね、日本のテリトリー、管轄を守るという意味で個別的自衛権を発動できるわけですよ。何も慌ててアメリカを守るための集団的自衛権を騒がなくて済むわけですよね。そうすると今度は向こうの防衛会社はなんか国際的ではそういうのは国際いや集団的自衛権で説明するので、それを個別的自衛権で説明すると国際法違反になる。これまたぶっ飛んだ話で、国際法の何に違反するのか知らないんですけど、そういうことに平然と駒沢大学の二層三層とか産経新聞に書いてるんですよ。根拠もそういうこと言うなと。国際法の何に違反するんですか。国際法というのは実はですね、まだ地方立法法がないんです。つまり独立主権国家200くらい動いている世界におけるなんとなく固まってきた慣行で、それからおそらくアメリカとロシアと中国が一番自由なんです。彼らの国債を無視しようと特権を持っているんです。バネコって日本なんて一番素直な大国なんですね。そこで何を言いたいかというと、国債たくさんの条約読んでください。いろんな条約がそれぞれ事情の違う国が無理無理手を打ってますから、両方付きなんですよ。だから全ての国が国際法の原則としてね、国際法の権利義務を負います。だけどそれはあくまでも自分の国の法令という限界付きで負います。一面これって書いてあるじゃないですか。なぜかというと、これちょっと小田先生と学説が違うところなんですけども、日本の自衛隊が国連のワッペンつけるところで、オランダ中隊、日本中隊、イギリス中隊、カナダ中隊って並びますね。で国連の大隊長はカナダの将軍様とするじゃないですか。そうするとあくまでも日本自衛隊の形にブルーのワッペンつけてるだけの状態で、彼らが行動する日本の機関として行動してるわけです。国連という法人格がないからなんですよ。つまり世界中央政府としての国連ができた時の国連軍には統合できますが、今それがない以上です、全ての国が国連の活動を受け負った日本軍、カナダ軍、オランダ軍に出てたわけです。ですから、全ての日本のそれぞれの国の行政機関じゃないですか。それぞれの国の行政法上の根拠と予算上の根拠なんて動けないわけです。だから、それぞれ激釈するのは国際社会、当然の原則的療法なんです。当たり前なんですよ。だから、日本が他の国だったら集団的自衛権で説明すること、日本は日本国憲法、というより個別的自衛権で説明できるからしたって、それを国際法違反という駒沢大学の憲法学者が言ってもですね、だからもうちょっと説明してくださいって言うんですけど、一度も私の前に出てこないで説明していただけないんですけどね。本当そうなんですよ。いろんなシンポジアムで僕がいるって言ってリストから消えてっちゃうの、こうね、あるいは全部がなくなって僕も諦めた後に僕抜きで行われたりするんですけど、卑怯ですよ、それ本当に。
だからもう我々国民は安保法制法でこんなもう積極的に打って出ることにして、彼らがやったそれの欠席裁判でもいいんです。我々客観的に歴史的に恥ずかしくないことを言えばいいだけなんですから、もうなんかいかに浸透に走ってもいい。であと5分もないですから、で閣議決定の後、まあ、するのは勝手なんです。よく国民的なものが閣議決定するということを起きますけど、僕それはね、あちらの勝手なんです。僕が怒ってるのはやってる内容があまりにバカバカしいから怒ってるんでありまして、要するに三権分立ですから、憲法だって内閣としてはどこまでキャパシティがあるかな確認する閣議決定はどうするか ご勝手に、そのために法制局があるんです。それからその後今度は閣議決定で集団的自衛権使えるもんねと決まったところで、そのための法律予算がなかったら日本の自衛隊出ていけないじゃないですか。だから今度は国会のプロセスに移ります。で今度は秋からの国会でそれがつまり15ぐらいの法律の改正が議論されるんでしょう。ここでどうぞ存分に緻密な議論をしてあげてください。もちろん多勢に無勢で最後は叱られると思いますけど、さっき申し上げたようにですね、制限は我にあるわけですから、数に負けたなんてボケッと見てるんではなくて、どんどんギャー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 おかしいって言ってあげてください。もう僕らも言います。女房の許可もらってますから、夜道で押されてもいいと言われてますから、いや女房に伝えたのかと思ってですから、とにかくなんてひどいことするんだってことをですね、議場や議場外でですね、大いに大いに国民大衆に知らせてください。今騙されてるんです。尖閣が危ないでしょ、中国が来るでしょ、その時アメリカと仲良くしない、嘘でしょそんなの。尖閣諸島なんてのは実は太平洋の入り口ですから、アメリカにとって一番重要ですが、日本が守りきれなかったらアメリカが頭越しに戦って帰って基地作るくらいの価値があるわけですよ。だからアメリカの尖閣諸島を守りに来ないなじゃないですか。なんかビクビク言えることないんですよ。これ日米安保で我々は確かに助けにはいかないけど、毎年何千億って金払って米軍基地土地を提供すると主権を取る。クリミア半島見てください、ロシアに基地提供してて出てけって言われたら取られちゃったじゃないですか。基地を提供するってそういうことなんですよね。だから沖縄の負担がひどいってことも確かです。片山に少なくとも県外移設って吹き込んだのは私だと自負してるんですけど、あとの手続きはあんなことになっちゃいましたけど、あれは今だに僕専門だと思ってるんです。やっぱり負担が大きすぎますよね。ですからそのさ、あとは国会において立法課題で今度は野党議員の知性と良心が問われるし、最終的には総選挙です。ですからいろんな野党の方たちとお話しして、また自民党とも今が優しいんですけど、個人的には自民党の中にもとっても良心的で、たくさんの人が小林さんあんたのこと正しいよだけど今は言えない、もうそういう話いっぱい聞きます。ですから人事が済んだら今度逆に恨みが始まりますから、ばらけてくるでしょうし、それから選挙が近くなったら風向きがまずくなれば、いや私は連座したくないって自民党も緩んでくると思いますし、ですから共産党にも言ってるんです。公明党は自民党を助けて、共産党ももう意味のない立候補をやめて東京都に参加しなさいって言われて、民主党に言ったり多くの方にそう言われました。で、アルパーというニアミスしたんで、最近共産党の委員長は私の家族にニコニコ言ってきてくれるんですから、これはいい機会だとお話ししたんですとにかく今日珍しくこっちばかり喋ってる、小沢さん先生の迫力でね、なんかこっちに大きいんですよエネルギーが違う、エネルギーが本当になんか不思議なものを感じる。ですからこのエネルギーは昔のままだと思うんですよね。でもっと経験踏んでもっともっとエネルギーがあると思うんです。で地位のある方っていうのはどうして自分の影響力を残すか、また駆け出しの政治家というのはいかに議席を維持するかという原則を引きで曲げる方が多い。その点この頑固な生活の党は筋を通して小さくなったくらい立派な方たちですから、この頑固さはぜひぜひ絶対通じると思うんですね。頑固な政治家がいないことで今なんか民心を生んでると思うんですね。
政治家嫌いになりかけてると思うんです。ですから、どうぞ、これはですね、求心力がない野党どうしようもない、あるいは変な思いをぶっ壊す力もないし、私は周辺住民で評論家につけませんので、これ以上何も言えませんけれども、野田中先生を中心にですね、何か不思議な力がありましたら、また再び大きな転換が起きることを本気で祈っております。以上です。小林さんどうもありがとうございました。